はい、バイクで道行くチャンネルの柴田です。今日も荒川区の、ね、西日暮里の公園にやってきました。昭和47年の12月ですね。俺が生まれる時からある公園ですね。じゃ行ってみたいと思います。結構でかい公園だな。ここはね、トイレがね、あの男女別々ですね。いいですね、意外と綺麗ですね、でもでかい公園でしょ、そうですね、ここもこの辺もタバコはなさそうですね。葉っぱは落ちてますけど、自然ですね、自然。なんか静かで電車の音が聞いて大丈夫そうですね。今のところ全然大丈夫そうですね。こういうベンチのところも全然大丈夫ですし、意外にね、広いところの方がね、タバコ落ちてないんですよね。理由はね、人がいっぱいいるからやっぱり捨てていけないんですよね。ああ、全然本当にないっす。こんだけ広くてまだ一本も落ちてないという。あ、でもこの間の広いところ落ちてたわ。まずね、タバコ吸ってる人もいないですね。なんでしょうね、地蔵は。ちょっとわかんないですけど。本当にタバコ落ちてないな、ここは。タバコというタバコらしさ落ちてませんね。全然落ちてません、いつもね、こういう中とかに落ちてるんですけどね、全然ですね。あ、いや本当に落ちてねえな、ここ。落ちてないんだ。こういう中にもね、ああ、やっぱね、こういうところに落ちてるんですよね。見つけちゃいました。よいしょ、はい、一本ね。よしよし。あとはね、このベンチとかもね、今日全然大丈夫ですね。全然大丈夫です。本当にねえわ。一本ですね。なんかね、最低ね、10本ぐらいいつも拾いたいんですよね。本当全然タバコというタバコを取ってませんね。大丈夫ですね。タバコはここ1本だけでしたね。じゃああとはね、この公園のちょっと周りだけでも落ちてるか落ちないかね、それだけやっていこうかな。ここの中もないんだよな、本当にないわ。
これがちょっと怪しいな。これタバコかな。あ、違いますね。今日私のバイクのとこも来ましたけど、そうですね、周りのタバコ落ちてないですね。大丈夫です。この公園はタバコは少なかったです。じゃあこれで帰ります。